須永井と申します、よろしくお願いします、今日はですねちょっとあの古文のこう指導なんかしてるときによく神社とか神宮っていうのが出てくるんですけど、これは愛知県にもですね有名なその熱田神宮というのがあるんですが、よくその時にこうじゃあ熱田神宮で祀られているのはどんな神様とか、熱田神宮に何があるのって聞いても答えられる生徒はまずいないという、大変ショックを受けまして、せっかくなのでちょっと皆さんもね知っていただこうかなと思って今回はその紹介をいたします。まずこれですね、熱田神宮、ね、ちょっとあの金山から、ね、JR で一駅とかで熱田って駅がありまして、名鉄にも神宮前があるんですね。神宮前の方がかなり栄えているんですけど、これは熱田神宮に行く駅なんですけど、じゃあ熱田神宮っていうところはこう何をこうお祭りしてるかといえばこれですね。これも有名な、ご神体がないといえば三種の神器の一つ、ね、草薙の剣、もしくは天の村雲の剣、三種の神器といえば八田の鏡、ね、八坂にの頭、そして草薙の剣という、この3つがあるんですが、そのうちの1つが収められていると言われているんですね。ちなみにこの八坂にの勾玉が宮中にあって、で八田の鏡が三種の神器の1つ、日本におけるこの、ね、国が出来上がってきた神話の中で、最も大事なこの3つの、神器の1つがあるという、ね、これすら知らない人がこう、行さんいるわけで、ちょっとせっかくなので覚えていただいて、でその、主祭神、ね、主に祀られている神様は誰かというのが、それちょっと熱田大神と言われるんですが、それの正体が何なのかってよく分かってなくて、一説には天照大神じゃないか、あるいはその、草薙の剣にゆかりの深い人といえばやっぱり大和武尊命なんで、この大和武尊命なんじゃないかなというふうに言われてるんですが、あんまりはっきりしてないみたいですね。いろんな説があるらしいです。なので、だって大事なのは草薙の剣があるっていうのをちゃんとこう皆さん覚えてくださいね。で、例えば戦いの神なんていうふうにも言われたりします。なぜかというと織田信長が神の桶狭間の戦いですね、今川を破った戦いで、その前にこう戦勝祈願してこう見事に、数の少ない兵士で、今川という大軍勢を破ったという、そういう歴史がありますので、これでこう戦いの神様なんていうふうに言われたりもしています。で、なんでしょう、熱田になぜできたかっていう話も諸説あるらしいんですが、やっぱりこう日本、大和武尊、ね、という方が亡くなった後にその奥さんの、ちょっとね、安子の姫巫女でしたね、この方がその占いで、ね、牧場というか占いで定めるというんですが、占いでこの熱田の地っていうのを決めて、そこに草薙の剣をこう奉じた、祀ったっていうところからその熱田神宮が始まったと言われています。なのでこう、なんですかね、やっぱこう、もともと最初からずっとこう草薙の剣はそこにあったっていうふうにこう、神話では言われていて、そこから、一度もそこから出ていない。で、今でも熱田神宮にあるんじゃないかと言われている。実物を見た人がいないんで、これは。本当にあるかどうかは分からないんですが、その辺はその、なんでしょうね、神話の話なんで、ちょっと細かいことはまた学者に任せておいて、ちょっと皆さんは、熱田神宮といえば何、草薙の剣あるよと。そういうところ、あるいはその織田信長が、ね、戦勝祈願したところなんですよとか、せめてそれぐらいはせっかく愛知県にいるんで、知っておいてくださいということで、今日はちょっと熱田神宮のご紹介でした。